ですね。はい、お父さんインタビュー行きます。はい。はい、それでは今から、マリンのお父さんにインタビューをしていこうと思います。お父さん。はい。よろしくお願いします。わかったよ。ちょっとお父さん、序盤緊張してるんですよね。マリンを嫁にやるなら、どんな人がいいですか？まず1、マリンのことが大好きな方。2、いつもマリンの味方になっている方。3、暴力を振るわない方。4、親を大切にする方。うん、5、どんなことをしてもマリンを養ってくれる方。6、2、日本国民の三大義務を果たせる教育、労働、そして納税をちゃんとできる人です。はい、お父さん緊張していますね。なんかそうそうということで以上お父さんでした。ありがとうございました。はいはい、ということでお父さんでした。こんな感じです。